スーツケースの t s a ロック、t s a ロックとは、アメリカ合衆国国土安全保障省の運輸保安庁から認定を受けた旅具等に備えられた施錠機構の総称である赤いひし形または赤い松明のマークがついているアメリカ合衆国領土で旅客機に搭乗手続きする際、手荷物または預け入れ荷物は通常は空港警備の一環として 電磁的スクリーニング検査を行うが、運輸保安庁係官が中身を直接目視検査する場合もあり得るため、一切施錠しないことが求められている。施錠された荷物については、運輸保安庁係官が蒸気口を破壊することを認められており、破壊されたり内容物の盗難があったりしても、損害保障は一切ない。しかし、TSA ロック機能が装備された荷物、乗前等は、 持ち主が自分の鍵で施錠してあっても、運輸保安庁係官が専用の合鍵を用いて、随意荷物を抜き取り解錠し、荷物を検査することができる。そのため、米国領土から出航する航空機への預け入れ時にも、施錠して渡すことができる。TSA ロック採用製品は、スーツケース、軟禁錠、スーツケースベルトワイヤーロックなどが存在する。 抜き取り検査の対象となったことを示すインジケーターが付いている製品もある。2001年9月11日に発生したアメリカ同時多発テロ事件以降、アメリカ合衆国を出入国する者が携帯する荷物への保安検査が大幅に強化された。米国領土に到着する国際旅客の預け入れで荷物についても引き渡し前に電磁的な検査によって不審物のチェックを実施し、 疑わしいものについては開封して、目視チェックをするようになった。また、米国領土から出港する、航空機での預け入れの際は、電磁的な検査に不審な結果がなくても、ランダムに開封検査の対象となるようになった。t s a ロックは原則として、検査後は再施錠されるが、稀に施錠されずに返却されるトラブルも報告されており、この状態の t s a ロックでは、 TSA 職員に再ロックを依頼せねば、鍵として機能しないため、注意が必要である。また、TSA ロックで施錠されているにもかかわらず、カバンもしくはロックを破壊して検査される事例も存在する。2015年9月、インターネット上で TSA001、TSA007 の7種類のマスターキーの写真が流出し、これをもとにマスターキーの 3D データが作成。 公開されたため、3D プリンターで合鍵が誰でも作成可能となる事態となった。この事例から、近年は TSA ロックの使用は無意味、もしくは逆に危険とみなされるようになりつつある。そのため、主要な北アメリカの航空会社は TSA ロックを含む全ての施錠をしないよう推奨するケースも少なくない。ありがとうございます。